ルノー R200 には、ルノー F1 が2002年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。マイクガスコイン、マークスミス、ベンやアガサンジェローによって設計された。2001年にベネトンフォーミュラを買収したルノーは、この年からワークスチームとして1985年以来17年ぶりとなる F1 復帰を果たした。レギュラードライバーには、ジャンカルロフィジケラの後釜として、 同じイタリア人のヤルノ・トゥルーリを起用し、チームメイトは前年からの継続でジェンソン・バトンとなった。また、この年からテストドライバーとしてフェルナンド・アロンソがチームに正式加入することになった。R202 には前年から引き続き111度広角バンクのエンジンが搭載されたが、出力面では相変わらずライバルから大きく遅れを取っていた。しかし、 低重心化による優れたハンドリング性能に加え、ローンチコントロールの優位性も大きな武器となり、2002年シーズンは計10度の入賞記録。表彰台獲得こそならなかったものの、フェラーリア首相のシーズンでランキング4位というまずまずの成績を残した。ありがとうございます。